正直言っていい、はい、金払って飲みてえと思えねえぞ。もちろん金払って飲みてえと思えねえから、はい、ローランドが強烈ダメ出し。なんでなかなか会話に入れず、僕みたいな、なぜか急に近いやつ、どうした、それ笑えてないの。不器用すぎる新人ホストが店に混入した事件の一部始終。くそ、全然ダメだ。ザ・ローランドショー開幕。ローランドのホストクラブ、ザ・クラブ。開店30分前の店内にカメラが入った。ここにいるのは売上75万円以下の売れないホストたち。そう、人呼んで掃除組。掃除を済ませば束の間の自由時間、ぼーっとしてたら即脱落。お店の片隅では一人でもファンを増やそうと生配信をする者も。ちょっとライトがきつめで顔が分かりづらいが、見慣れないこのホストは。はじめまして、孫と申します。はじめまして、渚です。入店2週間の新人渚。前職は C 社屋さんや公安関係だったという謎多き人物。今売上はどのぐらいなんですか。今まだ入ってちょうど2週間くらいでまだゼロです。あ、今掃除終わって。あ、そうです。空いてる時間にインスタライブ。そうです。あの、あれはあのフォロワーは何人くらいいらっしゃるんですか。はい、今、まだ作って2週間くらいなんですけど471人です。あ、2週間で400も増えたんですね。結構みんなが上げ、なんか紹介してくれて。あ、仲間のホストの方が。いろいろ情報が渋滞しているが、まず顔が飛び続けているのは置いといて、多少人気が出ていることが分かった。それよりも声は元々こんな感じなんですか。声は元々こんな感じです。聞こえます、あの営業中にあの BGM 混ざったらちょっとあれかもね。でもちょっと、もうちょいはいかも、出します。ピッピッピー。はい、元ディズニーキャスト、出動の号令で朝礼がスタート。これ全員ですか。仲間外れない、大丈夫ですか。おはようございます。全員でご視聴お願いします。おはようございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。朝礼では接客のマストアイテムをチェック。ライターボリュームお願いします。以前の忘れ物検査でも。ライター忘れました。ライター忘れ、はい、必ず持ってくる。はい、え、今ライター忘れた誰。メイス。はい、なんか言うことないのか。はい、もうそれはさ、何度も言ってんだから自分で直す気持ち持たないと何も変わんないよ。かなりピリついていたが。ではライター、ボールペン各自お持ちでいらっしゃいますか。大丈夫ですか。はい、ではお持ちであればおしまいください。はい、ではお持ちであればおしまいください。はい。渚は見事なフェイク動作でうまくごまかしていた。はい、ということでですね、雨にも負けず今日も一日頑張るぞ。ありげん先生は大事、雨にも負けず頑張るぞ。3、2、1、ドゥイットです。さあ、宮沢賢治です。宮沢賢治。はい。そんなこんなで営業がスタート。この日はゲリラ豪雨に見舞われ客足が遅い店内。すると、どうも、
開店後に悠然と出勤する屈強な男。そう、5ヶ月前歌舞伎町に足を踏み入れた牧島東門。お客様、岩井です。いらっしゃいませ。なんで声を出さない。いらっしゃいませ。よし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 、ちっちゃい、ちっちゃい。なんで声を出さない。いらっしゃいませ。湿度の説教ジャブにあえてカウンターで合わせて混乱させる技を披露するも、それが逆効果だったみたいで、なんか湿度にロックオンされる日々。でも開店後の出勤ということは今。牧島さんって目標準備抜けたんですか。抜けました。そうなんだ。掃除組を抜けて、まあ、今はもう結構な頻度でお客様呼ばれてるですね。そうなんですね、はい、だからもう服装が結構自由になって、もうサングラス もう頭につけてるしっていう。あー、ブーツそれこそプラダ履いてるんですよ。あ、そうなんですか。今牧島東郷さんが。おはようございます。おはようございます。どうもこんにちは。どうしました。売上どのくらいだったんですか。いつから受けたんですか。まず7月かな。7月が売上が75万円で、はい、で8月が243。かっこいいですね。ありがとうございます。向こうやっぱり自信がつくとこうなるんですね、人って。あ、まあ本来の僕はこっちなんで。どちらかというとようやく解放でき始めつつあるかな。すっかり夜に染まったこの男、今や恩師の湿度にも。お、社長。社長じゃない。からかうようにまたなりましたね。そうですね。たまに酒入るとタメ語で話しかけてきますからね。他にも湿度のロックオンを乗り越えたものが。掃除組抜けたんですか。掃除組、そうですね、先月はやっと抜けさせてもらいましたね。売上どのぐらいだったんですか。総額で180-190ぐらいですね。でその前の月が総額で40ちょっとだったんで、まあ、約 4.5 倍とかそのぐらいですね。彼の名は東坂凛。尊敬できる総額の社長とか、まあ、黒崎店長とする、うん、まあ、方々と一緒に働きたいと思ったのが。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。自信持ってます。鬼軍曹には鬼ハマらなかった彼だったが、賞金70売れて途中で現実的になっちゃってやめちゃう。入店するや否やその線の細さが露呈。ただ可愛い系男子は案外強く、先月はもう7名か、7名の人に来てもらって。7名。そうですね、新規指名が。本当にありがたいですね、マジで。5ヶ月でちょっとだけ垢抜け、売り上げと自信がついてきた2人。そんな中、教育係の湿度は次の粘着先を見つけていた。いらっしゃいませ。ご案内いたします。いってらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ご来店ありがとうございます。ご来店ありがとうございます。ありがとうございます。おタバコはお吸いになりますか。はい、です。そうなんです。タイムから完全にロックオン。見つかってしまった。はい、ありがとうございます。どういう人が好きですかね。面白い人だったら、まあ、せいやさんとか知ってますか。面白い人だったら、まあ、せいやさんとか。お前の人がいけない。ハンター出動。この短時間で接客でのミスを2つ発見。振り向けばそこには出動。今か今かと待ち受ける。左アランさん、右ソータさんで。左はね、はい、確保。範囲は一体
話が面白い人がいいですって言われてキャストの名前を出した。せやさんって言います。ダメだよね、忖度になるよね。話の面白い人がいいですっていう感じの時には、はい、皆さん面白いですよみたいな、そう個人名だったり、まあギリギリセーフかな。例えば自分まだ乗ってないんですよねまではセーフなんだけど、よかったら自分も写真指名してくださいよって言ったら、はい、もうそれはアウト。あとテーブルマナーの際に肘をつくのは絶対ダメ。つ、はいてます。OK。はい。ハンター出動に確保されたこの男。9月2日から入りましたエレンです。エレンさん。よろしくお願いします。お願いします。実は彼、失礼します。はい、こんにちは、はじめまして。リーナ・トーゴと同じタイミングでオーディションに参加。自己 PR は自分、ヒッチハイクしたことがあって、車だと100台で、人数だと160人くらい乗せてってもらったりして、はい、いろんなことを見るのが、いろんな見たことないところを見るのが、はい、見たいっていうのがあって、今回も。はい、なるほど。なんかありますか、3人は。大丈夫です、ね、大丈夫ですか。じゃあ、履歴書お伝えしますんで、はい、またじゃあ合否追って連絡しますと、かなりあっさり撃沈したが、その後、異例の開催となったリベンジオーディションで採用となったそう。この中身のシャツはどこで購入したの？ザラです。シュンさんにどこで服買った方がいいですかって言ったら、ザラのレディース買った方がいいよって言われて、それで、ね、もう全部ザラです。ザラザラザラ。そうなんだ。全部シュンさんの言われた通りにやりました。おいくつですか？21です。 21。 なぜか見ていて落ち着かないのは、ホストとして致命的とも言えるが、彼の接客を見てみると、下手すぎる距離の詰め方。さらに面白い話。この前僕笑い方下手なんですよ。笑い方下手でキャストの人先輩とかに笑い方講座してもらいました。距離が徐々に開く。なんで笑ってないんですか？ちゃんとエレンって覚えてくださいね。どの仕事も忙しいです。LINE 聞いていいですか？ダメですか？送りの人は一回選んでくれますよ。今日は休みです。どうですかね？どうですか？あれだろ。頑張ってください。そんな接客下手のエレンに救いの手を差し伸べたのは、合わせる。はい。空気感。はい。もうその聞かれて何回も同じこと聞かれるのは嫌だと思うけど、はい、うん、スメとかカバンとかさ、うん、紙とか。ホスト10年目、おしぼりくんことせいや。褒められて不快になることはないと思う。はい、どうやらディラン・マッケが受けているようだ。そうだな。最近ハマってる。そうだ。こっちに本物がいるからな。俺は偽物だ。いや、マッケだ。そうさ。いまだ歌舞伎町ドリームはつかめないままだが、テーブルの盛り上げ係としては右に出る者がいない。お前と喋ってた、さっきもそうやけどさ。あ、そうなんですね。で終わりや。ずっとラリーを続けてほしいのよ。俺このシャツに1時間ぐらい喋れるぞ。エレン、ザラをはだけまくって、いざリベンジマッチ。お願いします。じゃあ飲み物に行きたいと思います。お名前なんて言うんですか？さん。さん、いい名前です。嫌な予感。またもや距離感がバグり出す。僕みたいな挙句の果てに注意を受けてしまった。
そう、彼は無意識なのだ。再び敵地、足取りに重い。くそ、全然ダメだ。大丈夫？おはよう。兄さん、え、自信ってどうやろ。自信、おどおどしてるって言われるんですけど、なんか分からへんけどさ、俺の場合やけど、なんかホストクラブって堂々としないとあかんし、演技しないとあかん場やんかっていう風に、それをしないといけない場っていう使命感があるわけやん。それはそういうのは結構苦手なタイプ。様子さあんま変わんない、変われてないですよ。変わりたいですけど、実際はあんま変われてない普段とは。なるほどね。先輩たちにとって自信とは欲しがるものではなく、ちょっと悪そうごめん、ほんまにごめん、ちょっと悪そうやわポストとしての使命だという。細いな、食べてるちゃんと。本当にもう家庭があれなんだ、そういうみんな細いみたいな感じなんだ。ここで銀は裏技を教える。どっちに？お父さんに？鏡越しでもいいからさ、なんか宅の様子見とった方がいい。ここ立ってるわけやから、ちょうど見やすい。このザクラブならではの裏技やな。ローランドの出勤、何も活躍できないエレンの報告を聞き、愛の鞭を入れる。垢抜けねえもんな、なんかお前な。垢抜けないですか？ああ、童貞感すげえわ。正直言っていい、はい、金払って飲みてえと思えねえぞ。もちろん金払って飲みてえと思えねえから、はい、自分磨き何頑張ってんの今。ああ、まあ、パッと出てこないで頑張ってねえんだよ、はい、パッと出てくるようにさ、はい、ああ今金払って飲もうっていう感じになんねえぞそんな、はい、あ、下仕事しっかりやってるのは偉いから、はい、な、はい、せっかくチャンスだから、はい、ああ、ありがとうございます。送り取れないんですよじゃねえから、はい、送り取ったんですよって報告しに来いよ。 OK、はい、分かったか。ありがとうございます。ありがとうございました。落ち込んでる暇すらない。はじめまして、エレンと申します。よろしくお願いします。エレンです。エレンと申します。よろしくお願いします。エレンと申します。よろしくお願いします。続いては3名で来たお客さん、果たして。いただきます。ありがとうございます。さんさんだっけ。なんかここのお店に入った1少年とか言われた。荷物多すぎて。ピアスは？ピアス可愛くない？イヤリング？かわいい。僕もさ、まだ開けてないからさ、同じのつけていいですよ。ペンツはピアスの方がいい。つかみのテクニックはなんとか習得。ただその場限りのトークで見事群衆の一部に溶け込んだところで終了。ありがとうございました。ありがとうございます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 。お客さんのアーレミからの急カーブすぎる LINE 交換、断りづらいコードテクでなんとか連絡先をゲット。急に近い。めちゃくちゃバババって全然なる、全然しゃべれない。悔しい。お客さんとの心の距離は遠くなるばかり。次回。この男、核変中。彼を求めて世界中から来日。結構多いんですよね今。この前メキシコからとか。メキシコ？あとブラジルからも来てくれたりとか。
あシンガポール、ドバイとか、結構海外のお客さんも多いですね、今。よいしょ。えー